2005年、J2 最終節。2005年、J2 最終節では、主に2005年に行われた、J リーグディビジョン2代44節での、バンフォーレ甲府とベガルタ仙台との入れ替え戦進出条件となる3位争いについて記載する。なお、本記事では、J1 昇格を果たした、京都パープルサンガとアビスパ福岡の同行や、J2 の3位チームが出場した、J1、J2、 入れ替え戦についても合わせて記載する。J2 全体では、全評判通り京都が独走していたが2位以降は、混戦で3位の札幌から9位の水戸まで、勝ち点3が6の中に7チームがひしめき合う状態で、前半戦を折り返した。シーズン後半も勢いが止まらず、首位を独走していた京都は、第39節に、ザスパクサツ鬼のゼロで下し自動昇格となる。 年間2位内を決めた。第39節終了後、甲府は天皇杯で J1 のジェフ千葉相手にフルメンバーで120分間戦ったことが影響し、その中2日で行われた40節の水戸戦では2人の退場者を出すなどしたため零から3と大敗。一方、仙台は草津を1の0で下し前節の4位から3位に順位を上げ順位を公を逆転した。 甲府は、翌41節の山形戦もスコアレスドローに終わり、2位、福岡が40節に続き勝利したため自動昇格の2位以内絶望的となった。甲府と仙台は、第42節を同じ11月23日に迎え、3位の仙台は、ホーム、仙台スタジアムで、水戸と、勝ち点差1の4位の甲府は、札幌ドームで5位の札幌と対戦した。 札幌と甲府の試合はまず前半19分に、札幌の FW、清野里明が先制点を挙げるが、甲府も前半39分に、長谷川のゴールで追いつき1から1で前半を折り返す。後半開始早々の48分、札幌の MF、砂川誠がゴールを決め1から2と逆転。その後甲府も攻めるものの、連戦の疲れからか思うように得点を挙げられず、 後半ロスタイムに突入する。その頃、仙台は、水戸に3の0で勝利していた。この時点で、札幌の J1 昇格の可能性が消滅。また、甲府もこのまま負けると、仙台との勝ち点差が残り2試合で4に広がり、昇格の可能性が絶望的になってしまう。しかしロスタイムに入って間もなく、甲府アパスを受けた長谷川が、右サイドで DF を交わして、 ゴールを決め2から2の同点とする。勝利を目前として追いつかれ、また昇格の可能性が消えたことを知った、札幌守備陣がここで落胆。それから間もなくして、右側から、甲府 MF、藤田健がゴールめがけて、ロングパスを送る。そこへ後半途中から入った須藤が頭で押し込み、3から2と逆転。さらにクリアボールを処理しようとした、札幌 GK。 林拓人が蹴ったボールはミスキックとなって味方 DF に当たり流れたボールを須藤が押し込み4から2とし試合終了。甲府アドタン場での大逆転で3位仙台との勝ち点差は1のまま残り2試合を戦うことになった。この節、福岡が徳島ボルティスと引き分けて2位内が確定し自動昇格を決めた一方で山形はザスパクサスに勝利したが仙台が勝ったため 札幌と共に昇格の可能性が消滅した。甲府は、オゼ陸上競技場、現、山梨中銀スタジアムで福岡と、仙台は、仙台スタジアム、現、ユアテックスタジアム仙台で京都と対戦。福岡はこの試合シーズン18得点を挙げた、グラウシオと守備的 MF として、チームに貢献した、ホベルトの両ブラジル人選手を書いていたが、 攻め急ぐあまり得点が奪えず逆に、福岡のプレスサッカーの前、甲府 DF 陣が崩壊し、前半だけで0から3とリードされる。仙台は前半を終えて0から0のスコアレースで、このまま引き分けでも、甲府との勝ち点差が2に広がり、仮に最終節で引き分け以上であれば、甲府が勝利しても、得失点差で大きくアドバンテージがあり、3位が、 ほぼ確定するところまで来ていた。しかし、後半18分に、京都 FW のアレモンに決められ0から1となり、その後も仙台は、京都の堅固なる、守備の前に得点を上げることができずに試合終了となった。尾瀬の試合は、後半も一方的な展開となり、結局甲府はゼロの後と福岡の前に大敗した。ホーム最終節、かつ、 入れ替え戦進出がかかった試合での大敗に、甲府サポーターからブーイングが飛んだが、大木武史監督はサポーターに対し、まだ1試合残っています。もっと言えば、あと3試合残っていると思います。と入れ替え戦への意欲を口にした。甲府は、西京国陸上競技場で、京都と、仙台は、東平尾公園博多の森球技場、現、レベル5スタジアムで福岡と対戦。 この試合仙台は福岡に勝てば、甲府の結果に関係なく J1J2 入れ替え戦に出てきた一方で、甲府は仙台の結果に関係なく京都に勝利しなければ入れ替え戦に進出できない苦しい状況であった。上実の通り甲府が引き分けて仙台は負けでも甲府が3位になる可能性はあったが、得失点差が6も離れていたため現実的ではなかった。 さらに甲府はこの年圧倒的強さでリーグを制した京都に3戦3敗と相性が悪く、すでに入れ替え戦進出を決めていた柏レイソルも福岡にスタッフ派遣するなど仙台戦を想定した対策を練っていた。まず試合が動いたのは西京国で前半九分に京都 FW 田原豊がヘディングシュートで先制するも前半四十分に長谷川が 京都 DF、リカルドのパスミスを狙って、ボールを奪い、そのまま、ドリブルシュートを決め同点に追いつく。一方で、博多の森は、膠着状態となり、共に得点を上げることができないまま、前半が終了した。後半開始早々の4分に、福岡の MF、小賀誠司がゴールを決め仙台は、先制を許すものの、西京国の試合経過を随時聞いていた。 仙台の津波俊文監督や選手は落ち着いており、20分にはフリーキックから仙台の DF、村上和弘がゴールを決めると、選手や仙台サポーターは歓喜に包まれた。その頃西京国は甲府が攻め込むものの得点を上げることができず、時間だけが過ぎていた。後半40分、山本秀臣が倒されフリーキックを得る。藤田がゴールへ向けて、 ボールを上げると、DF アライールが頭で合わせてこのシーズン初ゴールを決め逆転に成功する。交付逆転の一方はすぐに、博多の森にも届き、このままでは入れ替え戦に進出できない仙台は2001年、J2 最終節で昇格を決めるゴールを挙げた、財前信幸など3人の MF を投入して、逆転を狙うも、この年鉄を誇っていた。 福岡のゴールを割ることができずそのまま試合終了となった。一方、このまま守り切れば、入れ替え戦出場が決まる交付は後半ロスタイムに、杉山真が抜け出した田原を自陣ペナルティエリア付近で倒し、一発、レッドカードで退場、ペナルティエリア付近から直接、フリーキックを与えてしまう、フリーキックかペナルティーキックか微妙な位置だった。 杉山が責任を感じて、ベンチで涙し、ペナルティーキックでないことに、三尾厚氏が主審に食らいつき、さらに倒された田原が、秋元臨校と一触即発状態になるなど、プレー中断中にイエローカード3枚が飛び交うほど、両軍がエキサイトする中、DF、鈴木悟の放った、フリーキックはポストに当たって、ピンチを脱し、そのまま甲府が二の一で勝利。勝点差で、 仙台を逆転し、入れ替え戦出場権を得た。なお甲府にとってはこの年の京都戦の初勝利であり、同時にこの年、J2 全チームに勝利した。入れ替え戦に進出した、甲府の相手はこの年の J1 で16位で2年連続での入れ替え戦となった柏レイソル。くしくも36年前、JSL との入れ替え戦にて、前身の甲府クラブの昇格を阻んだ。 日立製作所、サップを母体とするクラブである。柏は、当時現役日本代表である、玉田啓治をはじめ名人、友和、鳩安弘、長田光など、日本代表経験を持つ選手や、その後日本代表に選出される、矢野孝明と、利田明、他にも、土屋育夫や谷沢達也など、日本人選手だけでも、早々たるタレントが揃っており、 さらに外国人選手もシーズン中盤に、元ブラジル代表のフランサやパリ・サンジェルマン、FC に所属していた、デイウドを補強するなど甲府との選手層の差は明らかで、あった。また前年の入れ替え戦でも福岡に2002勝と、危なげなく、残留を決めており、その福岡より成績が劣っていた甲府が相手であった、ことから、馬表では、柏の有利が予想された。 しかし実際は玉田が疲労骨折のため今シーズンの出場が絶望になり、また明治ニア、フランサも怪我で万全な状況ではないなど、チーム状況は思わしくなかった。さらに前年は福岡に対して万全の対策を行っていたのに対し、今回は入れ替え戦の相手を仙台と想定しその対策を行っていたが、プレイスタイルが異なりプロカゴは対戦経験のない。 甲府が相手になったことで、現場が混乱。相手が決定してから、入れ替え戦までのわずか3日の間で、少ない情報をもとに非公開練習で対策を取らざるを得なかった。同年夏にコーチに就任したラモス・ルイが、選手に劇を飛ばすなどしていたが、12月5日付のスポーツ日本の記事では、選手は明らかに同様の色を隠せず、練習が終わった後も悲壮感を漂わせている状態あった。 それに対し、逆転で入れ替え先進室を決めた甲府は、柏の入れ替え先進室が11月26日と、早めに決まっていたことから、万全な対策を取ることが可能で、また、報道時に対し練習を公開するなど余裕を見、12月6日付のスポーツ日本の記事で、監督や選手はいつも通りのサッカーをするだけ、と強気なコメントを残している。 おぜりくじ競技場での第一戦。リーグ最終節での退場により杉山は出場停止のため、代わりにこの年限りで対談が決まっていた青葉幸宏が先発した。あいにくの雨模様の中、前半11分にセットプレーからレイナウドがゴールを決めかしわが先制。しかし甲府も負けじと、前半25分にあらールのフィードをバレエが折り返し、最後はキャプテン MF。 倉抜き始めた景子が決めて同点に追いつき前半を1から1で折り返す。後半開始直後の3分、甲府は藤田健のロングスローから相手ゴールに畳みかけ、最後はバレーが決め、逆転に成功する。しかしその後は、柏はペースとなり、途中宇野沢雄二と、リタダ・アキラの両 FW を投入し、4トップで襲いかかる。しかし甲府も、必死の守りを見せ、 後半40分に、甲府 GK 安倍がパックパスをキャッチするというミスによりゴールまでわずか5メートルのリーキックを与えるというピンチを迎えるが、これもしのぎきりゴールを終わらせなかった。試合終了直前、ナスシンヤが突破した相手 FW、矢野孝明にタックルした瞬間競技場が停電し、試合が30分近く中断するというハプニングがあったものの再開後に試合終了となり、 甲府は大事なホームゲームでの初戦を白帽子で飾った。後がないと思われた柏は明人を先発出場させて迎え撃つが、先制したのは甲府。10分に復帰した杉山のシュート気味のクロスからバレーに決められる。さらに27分、石原の突破から PK を獲得し、バレーに決められにかられ、柏は36分にフランサを投入するが得点に至らず前半を。 折り返す。後半4分には、第1戦の敗戦後に、バレエは思ったよりは怖くなかったと語っていた。柏 DF 永田がこの日2枚目のイエローカードをもらい、退場処分となり、数的にも不利になる。7分に、レーナウドが1点を返すものの、直後の8分に、絶妙なパス回しで、柏 DF 陣がボールを触れないまま最後はバレエに、試合を決定づける3点目を決められる。 その後も集中が切れてしまったように思える柏の前に甲府攻撃陣は足を休めることはなく23分と24分にバレーに立て続けにゴールを決められこの時点で野口浩二、エジンソン、中山正史の3人が持つ一試合個人最多得点記録となる5得点に並ぶ41分に途中出場の柏 FW、宇野拓が1点を返すが42分に バレーに新記録となる6得点目を挙げられ、このまま試合終了。2戦合計8から3で交付が J2 発の入れ替え戦による J1 昇格を果たした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。